ほぼです。オーバランチャンネルへようこそ。ホノルルマラソン2021、完走してきました。3時間17分25秒というね、記録で、目標には達成しなかったんですけれども、一応 PB ということで、完走してきました。レースの様子まだご覧になられてない方はですね、こちらのリンクの方からぜひご覧いただきたいと思うんですが、この3時間17分25秒、共にしたですね、こちら、ベーパーフライネクストパーセント。前回ですね、この右足外側前側部移植再建術っていうのをね、施しまして、修具でベチッとね、固めて、ペガサスターボ2のね、測定部を使って移植して、どうかとテストをして、まあよかったから本番で行ってみようということで、こちらね、まあ結果から言うと、完走させてくれました。で、しかもね、この測定部見てもらうと、この移植部がね、剥がれてないんですよ。しっかりと止まっていて、その周りのね、この修具のペラペラ、これ実はね、透明な修具を使って動画は撮ったんですけれども、その後に、このブラック修具を新たに買って、もう1レイヤー追加したんですね。なので、動画を撮っていた時よりも、ちょっと強度は増したと思うんですよ。で、それもあって、まあ、レース中盤ぐらいですね、ちょっとね、キュッ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 とね、音がしてたので、もしかしたら剥がれたかなと思って。ただ走り方は特に問題なく、全く違和感なく走れたんですけれども、多分この修具が濡れた路面で滑ってというか、擦れて、キュッ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 と音がしてたと思うんですけれども、まあ、終わって見てみたら、こういう感じで、しっかりとペガサスターボ2はまだ残っています。ただ、修具とこのペガサスターボ2のこの境界線が見えてきたりしているので、じゃあね、横から見てもらうと、この修具がね、剥がれてる跡が見えますが、全然問題なく走れました。まあまあ。で、左足はですね、まあもともとそんなに削れないので、それでも修具は一応つけておいて、こんな感じで。もう修具、黒い修具がほぼ、靴底の一部になっているという感じで、いい感じですよね。これまた直します。ということで、これから、また、これね、次回も使わないといけないので、こちらの方にね、修具を塗っていきます。このペラペラな部分はちょっと取って、このね、修具様々ですよ。ほら、塗って、これ手です。これね、結構すぐ固まるんですよね。ちょっと、あつ盛りで。これでまた次回のレース。いつかな。1月に短いレースがあると思うので、そちらの方に参加して。フルマラソンはね、いつでしょうね。リベンジしないといけないんでね。3時間10分切れ。今度こそは。こんな感じで。これ何回かに分けてね、レイヤーを重ねた方がいいということなので、ちょっと、こんな感じで。とりあえずは、第1レイヤー乾いたら、もう、2、3回塗ると。で、口か。こいつ。練習で役に立った。テンポ、ネクストパーセントね。こちらの方もね、もう塗ってあるんですよ。破れる前に。まだパンクしてません。200キロ以上走ったかな?まだパンクしてませんよ。こちらももう塗っちゃおう。修具、様々です。破れる前に。予防です。
でちょっとでも寿命が長くなってくれるといいな。この辺りがね、ツルツルでも別に路面で滑ったりはしないので、ただちょっとキュッ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 音がするかもしれないけど、全然こんな感じで大丈夫です。ちょっと厚めに、これも 2,3 層塗ればより強度が増すということですので、ブラックシューグね、黒い靴底にはブラックシューグ、これ合成ゴムに変わるのでね、靴底の一部になってくれます。ということで、こちら靴2つ直しました。シューグね。でもちろん左足もやります。ということで、こんな感じで修具で直してですね、ちょっとでも長く靴が履けるようにやってます。次回レースが決まったらまたこのチャンネルでお伝えします。それまではね、まだアクティブリカバリー中ですので、しっかりとこのつった足を直してまた練習に励みます。それでは。